はい、どうも、こんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトルキラーを仕掛け編、究極こちらのフロア3ですね、攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。では、アビリティ見ていきましょう。まずはリーダー。っていうか、見ての通りですね、緑のね、花太郎以外は全員アビつけておりません。ということで、花太郎だけですね、見ていきましょう。寂しい夢取り込む経験完全生物蘇生をつけております。リンクスキルはロギ飯ですね、つけてます。そしてフレンドはジョセフですね。もう緑ユニット短期ですね、単色ですね、短期じゃなくて単色ですね。では参りましょう。ロハン先生でね、先生増援をね、回復ねしておきましょう。まずはロハン先生でゲージを少しために走っていきます。ゲージ溜めていけばいいんです。ゲージが溜まってくればいいんです、くれればいいんです。さあゲージが満タンになったところでいきましょう。どこまで走ってくれるかな。うん、いいですね、ちゃんと倒せました。ドーンと降ってきました。今度はね、ゲージがないのでちょっとね走っていきましょう。さあここでどうだ。これだとちょっと心もとないか、心もとない状態です。さあ自爆に巻き込まれて大丈夫でした。さあここも少し走っていきましょう。きちんとね倒していかないと後で泣きを見ますからね、泣きを見るのは嫌です。なのできちんと倒していきますね。ここはまあいいでしょう。もうちょっと少し走ってね、いきます。私今までね、花太郎の CS は、1ゲージとか2ゲージで消費とかって思ってたんですけども、ゲージ全部消費なんですね。5ゲージ消費という意味ではなく、全部ですねというふうに、間違った解釈をしておりました。今あるゲージを全部消費という感じだったんですね。知りませんでした。だからこれも全部ゲージを使われて走るというわけなので、やはり強いというのはありますね。いますね。そしてゲージ回収されて終わります。さあ倒れていったのが倒れていったのがジョセフですね。ジョセフが倒れていきましたね。おかげでゲージが少し増えてきました。ドーンと少しも走らずにいけますね。これは楽ちんだ。あとはゲージを少し回収していきましょう。全員倒れてくれるとねもっと楽なんですけど、でしょう。さあ3ラウンドですね。3ラウンドも少し走っていきます。ザッドーン行きましょう。ここではね、予定では予定ではね、もうゆかこが
ユカコがね、生き残る予定だったんですけど、ユカコが倒れちゃいました。まあここで全員死亡という感じですね。で、生き返りました。というわけで、行きましょう。ドンとソックスまでも大丈夫です。さあゲージが回復していって、全員倒せたのでこれ終わります。さあそして第4ラウンドですね。もうゲージ関連は関係なくなってきたので、気にせず進んでいきます。完全セーブともねついているのでアイテム処理はしやすいですね。はーい、クールに去っていきます。ドンと降ってきた。そして掴まれてしまうが一人なので関係ないです。うーとなりますが一人なので関係なく、これで進めます。いや強すぎる、花太郎は強すぎますね。さあこれで倒せてますね、倒せてます。はい、第4ラウンドまだありましたね。ここは、確実に倒せていけるようにちょっとですね、離れていきましょう。カウンター食らうと何が何だかわからないのでね。はい、第4ラウンドクリア。そして第5ラウンドですね。第5ラウンドももう関係なくドーンと進んでいきましょう。さあここでドーンと行ってきました。そして降る場所によってね、かなり違うんですがこれは良かったです。さあ行きましょう。倒しまくってゲージも回復していってもいいはずなんですが、さあどうなる。ゲージ募集、そしてそうですね、取り込む経験があるんで死なずに済むんですよね。忘れておりました、取り込む経験を忘れておりました。私は死んでしまうとばっかり思ってゲージを貯めてたんですが、そういえば取り込む経験値のおかげでなんとかなってます。何も覚えてない、何も学習してないって感じですね。バレバレですね。さあ行きましょう。まあドンとで、これは倒せてない。そしてリンク、うわーこれは倒す垂れてしまうか。ギリギリです、ギリギリ残りました、ギリギリ残りましたが一応魂チップで回復しておきましょう。では行きます。シュースです。ボーン。はい、心配していた方のねワームが倒されました。そしてリサリサ先生も倒れて無事クリアです。はい、ちょっとぐだりましたけども、最後はねぐだりましたけど無事クリアすることができました。ありがとうございます。アラビアパッツレベルアップですね。はい、最後までね動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。続いてはですねフロア4ですね、攻略していきたいと思います。ではラーサル隊